投資家リバティです。皆さんは2022年儲かってますか？今年は米国株式もトピックスも 10% 以上下落してるようです。大体の人は損してるでしょう。そんな中、堅調な成績を叩き出すサービスがあります。その名もロボアド、ロボアドバイザーです。ネットで見つけたこのロボアドは今年の7月時点ではプラス 6.10% の運用実績とのことです。にわかに AI が世間を賑わせていますが、投資の世界も AI が人間を駆逐していくのでしょうか？というわけで、ロボアドを知らない私とあなたのためにロボアドを少し紹介していきましょう。ロボアドバイザーには大きく分けて投資一人型とアドバイス型があり、各特徴は以下の通りです。投資一人型、投資商品の買い付けや運用などすべてロボアドに一任できる。アドバイス型、投資家に対して最適な資産運用の配分などを助言するということで、アドバイス型にしたら取引の決定は自分で行いますが、投資一人型にしたら放置で勝手に運用してくれるようです。ロボアドには最低投資金額があり、各サービスによって基準値は変わりますが、1万円から10万円である場合が多いようです。そして気になる手数料ですが、運用期間中にかかる手数料は平均で年率 1% 程度のようです。100万円運用してたら1万円取られるということでしょうか？今年の成績は7月まででプラス 6% なので、この数字だけで見ると十分元は取れそうです。また一部のサービスではNISAにも対応してるらしく、非課税制度の恩恵もしっかりと享受できるようです。もちろん自動積立機能もついているサービスがあるので、老後のための資産運用としてほったらかしの長期投資も可能です。次世代の投資手法として AI 投資は主流になり得る存在です。近年の投資の定石であるインデックス投資信託の自動積立などは一昔前までは存在してませんでした。ミッション車なんて今や販売もしてません。オートマ車しか若い子は乗れません。時代は移り変わります。そのうち投資家が自分で売買するのが時代遅れになる気もしてます。そんなオートマチックなマネーゲームで潤う資産家をよそに、貧困層は汗水流して身を削り労働するわけです。そりゃ暴動も起きますし治安は悪くなりますわな。日本も他人事ではありません。昨今では資本主義の限界感が半端ないです。パンクして破裂するのか、限界突破するのか、面白い時代に生きているので、火中に入って当事者として楽しみたいと思います。ちなみに最も人気なロボアドバイザーはウェルスナビというサービスらしいです。なんか聞いたことある程度で馴染みはないですが、そのうちなんかのきっかけでブレイクするかもしれませんね。まあ私は様子見ですね。今のところは全く興味がありません。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは投資について語ったりしてます。みんなで負けない投資家になれるように情報公開してます。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さん、また見てね。ご清聴ありがとうございました。